アウグスト・エーベルハルト・ミューラーはドイツの作曲家、オルガニスト、合唱指揮者。ミューラーはノルトハイムに生まれた。オルガニストだった父の教えを受け、彼が初めて公開演奏を行ったのは8歳の時だった。その後、ビュッケブルクで JCF バッハの勲等を受けたミューラーは1788年までこの町のウルリヒス教会のオルガニストを務める。 1789年からはマクデブルクで合唱指揮者、教師、オルガニストとして働いた。1792年にベルリンで出会ったヨハンフリードリヒライヒャルトの推薦を受け、ミュラーは1794年にライプツヒの聖ニコラス教会のオルガニストに就任する。1800年にヨハンアダム・ヒラーの女子となり、1804年にヒラーが死去するとその後を継いで、 トーマス・カントルとなった。1810年、ミュラーはバイマルの公爵邸でカペルマイスターに任用されている。ミュラーは JS バッハの作品をレパートリーとしており、ウィーン古典派による音楽の普及にも貢献した。1801年、彼は初めてウィーン以外の都市でハイドンのオラトリを指揮を指揮している。作曲家としては、ピアノのために2曲の競争曲。 14曲のソナタ、様々なカプリッチョや、その他の作品を作曲している。また、フルートのために7曲の競争曲、その他の還元楽との競争的作品、また、フルートとピアノのための練習曲などを書いている。ミュラーの息子のテオドールアマデウス・ミュラーは、バイオリニストとなった。ミュラーは、バイマルに没した。ありがとうございます。